ワッチ。FD2 は相談役自らがドライブ。やっと手に入れたポールポジション。何が何でも守り抜いて頑張っちゃう。後ろにいるのはまあなんだか分かんないけど、まあみんなまとめて飛ぶ横としてやろうと思う。なぜだか台数がかなり増えました。まあマイペースで頑張ります。ジェイズ DC5 は社長がドライブ。なんかいきなり起用されました。頑張ります。とりあえず。まあこのシビッククラス、まあ、この中で絶対勝ちたいなと。1台なんか NSX 若干 KY な空気出してるんですが、そこも踏まえて、こうバトルしてタイプ R の頂上になりたいと思います。ドリドリは自慢のマイカーでエントリー。大人なバトルをお見せしたいと思います。庶民とはバトルはしない。後ろから皆さんにこの性能差と私の素晴らしさ、これを皆さんにご覧いただきたいと思います。今度は5ラップスバトルスタート。リプレイは片岡池。梅本 DC5、東西対決さながらでバチバチ。スタートで一馬 FD2 は3番手にポジションダウン。旧型タイプ R 勢に先行を許す。マゼをあまり走り込んではいない梅藩と相談役、ラインがちょっと違いますせ。シーカー頑張ってますね。意外に速いんだよね、このブルーのウィンテグラ。バトルは B 型対 K20A、 それにドリドリの C32B の戦い。オープニングラップは DC2 の折り戸。このままトップを死守できるか。後ろでは土屋 NSX が DC5 を料理。いっちゃんどこ走ってんの、ちょっとあんた。いっちゃん前に追いつきなさい。後ろは気にしなくていいから。自力に勝る片岡池が折戸 DC2 をロックオンか。どこで勝負に出るのか。ブレーキングでパス。ドリドリも FD2 の相談役をパス。さあこのバトルはどっちだ。どっちもどっちでタイヤ垂れてきたんじゃないか。バトルはあと2周半。折戸 DC2 の打角が増えてきた。250馬力の K20 を有する FD2 だが、200キロ軽い車体に B18 を積む旧型勢に遅れを取る。相談役もやっとスイッチオンで巻き返し。土屋 NSX はタイヤの垂れてきた折戸 DC2 に狙いを定める。
何だってぐらい見たらしいか。バトルはあと2周。オリド待ってろ。オリド。ジビスケ早い。タイヤのタレもやっぱ他の車よりいいんだろうね。ちっちゃいから軽いからね。早いこのジビスケ。まっすぐ速い。片岡池コーナー立ち上がりで NSX と互角の加速。こいつはすげえ。こら頑張りすぎた片岡池、オーバースピードでまたもさようなら。相談役が迫る。 K20A 対 B18C ストレート勝負。どっちだ。 B18C だ。SC カートップかい。すごいね、 SC カー。オリド DC2 はシビック勢のトップに浮上。こいつは大金星。タイムアタックでは後方車を2秒上回る7秒4をマークしたドリキン号は横綱相撲。タイプ R ファイナルバトルを制したのは NA2 の NSXR。 さあタイプ R バトルね、バトル2行きましたけども、まあ、いっちゃんとこはもうちょっと来るかなと思ったんで軽いからさ、うん、で梅ちゃんとかはもう100キロ重いんだからしょうがないじゃん。フル装備だもんね、はい、だから俺のと一緒だもん。快適に普段走る。まあ今ヒートしてるから言い訳ちょっと浮かばないけど、まあ今度までということで、やっぱシビックでも何でもね、インティアルでもそうですけど、タイプ R は面白い。面白い楽しい、はいはい、楽しいよね。これからね、やっぱこう世界中の人たちがこれを見て、うん、NSX をね、いじり始めるね。今さ、安いじゃない NSX って。そうですね、200万ぐらいで買えるわけでしょ、初期型で。いっちゃんとこもそういうのやってるわけでしょ。やってるね、初期型をいじってタイプ R もどきにしていくっていうね。このね、アンダー出さないように。アンダー出さないように、うん、アンダー出してるとさ、売れないよ、物、うん、そう、ね、こう世界中で YouTube で見てる。あ、 YouTube でホットバージョンで見てるから。それアンダー出してない。今アンダー出した。今アンダー出ましたね。はい、もう世界中の皆さんもタイプ R を楽しみましょう。はい、はい、性質の名車、その凄みは色褪せない。ありがとう、ホンダタイプ R。